平成23年豪雪とは2010年末から2011年2月にかけて日本で発生した雪害である。北陸豪雪山陰豪雪などの故障も見られるが本項目では一括し、平成23年豪雪として扱う。2010年12月の下旬始めまでは冬型の気圧配置が続かず、北日本、東日本、西日本、 沖縄、奄美すべての地方でおおむね大きく気温が揺れ動いた。23日頃から全国的に気温が下がり始め、25日には日本海側で雪模様となった。前日の時点で1センチメートルの積雪となっていた福島県藍津若松市では、25日に94センチメートルの降雪があり95センチメートルの積雪を記録。 1980年から1981年にかけての56豪雪以来の豪雪となった。また、翌26日には2 6トルの降雪があり、観測史上最多体の1 1 5トルの積雪となった。この冬型の気圧配置は27日には峠は越えた。一方、31日には山陰地方を中心に、 大量の降雪があり、前日の時点では、積雪がほとんどなかったが、この日だけで、鳥取市が 50cm、米子市が最大 76cm、境港市が 70cm、松江市が 51cm の積雪を記録した。この大雪は、年が明けた1月1日にはおおむね収まり、寒波も2日にはピークを超えた。2011年に入ってからは、 全国的に低温となり、降雪も比較的多かった。1月16日には名古屋市で1 1トルの積雪。特に1月25日頃から日本海側の北陸地方を中心に大雪となり、31日頃にピークとなった。最新積雪は富山市が7 7トル 金沢市が 64cm であったが、福井市では 119cm と25年ぶりの 1m 超を記録した。被災自治体からは激甚災害指定の要望もあったが、政府は激甚災害指定は困難との見解を示し、指定は見送られた。一方で2月は顕著な小説、高温であり、12月から2月を通して北日本では小雪、 東日本で平年並み、西日本で平年を上回る降雪となって、顕著な北段西冷の冬であった。しかし、3月になると、北海道を除き再び低温に転じて、春の訪れは遅かった3月は、シベリア高気圧の勢力が強く、日本付近に寒気が流れ込みやすくなり、3日から10日15日から16日23日から26日と、 強い冬型の気圧配置で周期的に寒気が流れ込み関東伊勢太平洋側でも降雪や凍結をたびたび観測したこのうち15日からと23日からの寒気は季節外れの強さとなった市町村の後に従前の記録と新記録を添える島根県松江市の日本海側などでは孤立集落が発生した 停電鳥取県米子市にある中国電力の吉支線一部において鉄道接損等の設備被害が発生し2011年1月2日に5300世帯が停電した交通豪雪が年の瀬及び正月に発生したことにより鉄道や道路の交通混乱のため年末年始の帰省ラッシュに大きな影響を与えた漁業行政交通行政農業 ありがとうございます。